やってきました、ホイオン普通にプレイの時間です。今回はタイトルにもあると思いますが、ポルトガルのウートーハルートで遊んでいきたいと思います。ポルトガルのウートーハルートといえば、ラレジスタンス発売後に多くの人がプレイした。すでにたくさん動画化されているルートではありますが、皆さんそろそろ忘れている頃だと思うので今回プレイしてみることにしました。そして、今回の目標はポルトガルの概念を壊すということにします。まあ、まだよく意味がわからないと思いますが、そのうちわかると思うので、早速ポルトガルを壊していきましょう。はい、ということで最初にポルトガルに初期からいる全18個師団を3都目に島流し、元い配置転換します。特別3都目でなくてはならない理由はないのですが、まあこの島の存在にそもそも気がついてない人もいるかもしれないので、今回はこの島に送りました。さて、本国の方では王党派になっていきましょう。ということで、早速国家方針王政復古により、王様に帰ってきてもらい、ました。王様が帰ってきたことで、国名もポルトガル王国となり、色も緑から青になりました。さてさて、ポルトガルで王政復古したので、ブラジルの方でも王政復興画策しましょう。ということで、国家方針ブラジル帝国によってブラジルで王党派による内戦を引き起こして、我々ポルトガル王国も介入していきましょう。一応この国家方針の説明欄に書いてあるように、内戦を起こさないでブラジルを王党派にできるらしいのですが、時間がかかりますし、昔やってみた時は無理だったので、内戦を起こします。ということで、内戦が起きるところまでカットです。王党派であるブラジル帝国はこのように小さいので放っておくと負けてしまいますが、たまたま3都目に全師団を配置していたので、早速援軍を送りましょう。はい、ということで援軍が到着したところまでカットです。ブラジルは面積も人口もポルトガルよりも大きい大国ですが、ほぼ最短で内戦を起こせば、このように前線をカバーできるだけの師団はいないので楽に包囲できます。しかも、戦勝点のほとんどが海側に集中しているので、案外塗り絵も大変ではないです。はい、ということで5ヶ月ほどでブラジル内戦は王党派の勝利で幕を閉じました。このままのブラジルでは軍事通行権をもらっているだけなので、特にポルトガルに利益はありませんが、王党派の一番目玉の国家方針である再統合された王国により、国名がポルトガル及びブラジル連合王国となり、ブラジルが全て中核州になります。これにより、工場は一気に 2.5 倍に、そして人口は6倍になりました。まあ、すでに国民の7人に1人しか元々のポルトガル住民がいなくなってしまったので、すでにポルトガルの概念が壊れている気がしますが、さらに、ブラジルを統合したことで得られる国民精神ポルトガル帝国によって毎週人的が1000ずつ増えるので、軍隊内においてはより一層元々からのポルトガル人の割合が少なくなってきます。さらに、ポルトガルはアフリカ植民地を統合して中核州にできるので、2年かけてアンゴラとモザンビークを中核州化しました。さらに、これによって中核州人口が1000万ほど増えたので、ついに国民のうち8人に1人しか元々のポルトガル人はいなくなってしまいました。さて、そろそろこの溢れる人的資源を使って戦争でもしていきましょう。ということで、お隣の国スイスペインに宣戦布告です。普段のポルトガルなら内戦後とはいえスペインと戦うのはちょっと厳しいのですが、この世界のポルトガルはブラジル、モザンビーク、アンゴラを統合した合成魔獣のような国家なので、人的資源の消耗を無視した大量突撃によってスペイン軍隊を倒していきます。さて、少し時間が経ったらこうなりました。途中、首都近辺に上陸されるハプニングはありましたが、概ね順調に進撃をしています。やっぱりポルトガル軍、括弧8分の1以下しかポルトガル人はいない、は強いですね。はい、だいぶ時間を飛ばして国粋スペイン降伏直前です。こちら側の方が勝っているはずなのに、戦死者はこちらの方が50万人ほど多いですが、大量突撃ドクトリン右ルートを最後まで取り終えましたし、徴兵法も大規模徴兵にしたので、予備人的資源は減るどころか増えていっています。しかも、まだまだ動員がかかっている最中なのでさらに人的資源は増えていきます。はい、そんなことを言っているうちに国粋スペイン降伏しました。傀儡にしてもいいのですが、今回は併合した方が面白いので併合します。ということで、植民地を含めた全てのスペイン領土はポルトガルとなりました。さてさて、国粋スペイン倒しただけではなんだかまだ物足りないので枢軸を倒しに行きましょう。ということで、ビシーフランスに宣戦布告です。ちなみに、現在の状況はすでに連合国がフランスを奪還しつつある感じで、東の方ではソ連も徐々にドイツを押し返しつつある感じです。今更慎重にゆっくりと進行していくと戦勝点が稼げず、戦争に参加した意味がないので、人的資源をゴリゴリ使ってでも他の国よりも早くベルリンを目指すことにします。
ちなみに、スペインとその植民地を併合したことで、ポルトガルの非中核州の人口は4000万人ほどになっており、もともと潤沢であった人的資源がさらに増えています。普通の国ならば非中核州には徴兵人口にマイナス 98% の補正がかかった上に、徴兵の割合をかけるので、非中核州から取れる人的資源はスズメの涙程度のものですが、このポルトガルの場合、非中核州人口に 20%、ルートによっては 25% の補正をかけれるので、傀儡徴兵でなく、直接支配でもそれなりに人的資源を得ることができます。なので、なかなか難しいとは思いますが、ひょっとすると戦争すればするほど人的資源が増えるといった、ホイヨンではなくEU4感のあるプレイもできるかもしれませんね。さて、話は若干それましたが本題に戻りましょう。現在我々ポルトガルは南フランスでビシーフランスを降伏させる活躍をするも、未だ全体の 1% しか戦争に協力していないこととなっています。まあ、これは後から参戦してくる国あるあるなのである程度は仕方ないですが、もう少しポルトガルの参戦による枢軸国に対する心理的攻撃を評価してほしいものです。前線の兵士には申し訳ないですが、戦死者が多いと戦争に協力している判定になるので、我々の有り余る人的資源を枢軸にぶつけていきましょう。しかし、ここまで色々な国を併合してきたことを考えると前線の師団の中身とか大変なことになっていそうですね。ざっくりと考えて、10人ポルトガル軍人がいるとすると、そのうち1人しか元々のポルトガル人はいなくて、残りは6人のブラジル人、2人のアフリカ人、そして1人のスペイン人がいることになりますからね。一応言葉は通じそうなのでなんとかなりそうですが、文化的な問題は大きくありそうです。さてさて、少し時間を飛ばしたらこんな感じになりました。現在の状況はフランスの奪還に成功し、イタリアは降伏。そして、ついに連合軍がドイツ領内に侵攻していっている感じとなっています。途中、いきなりイギリスから連合国を追放されるとかいうハプニングはありましたが、おおむね順調です。中道主義なので許されると思ったのですが、やはりスペイン丸ごと併合したところがイギリス的に NG だったのでしょう。まあ、連合国追放されてもそのうちまた入ればいいだけですし、最悪軍事通行権だけもらえれば問題はないです。はい、ちょっと時間はかかりましたがドイツ降伏しました。最終的に 6% 程度しか戦争協力してないことになっていたので、そこまで領土はもらえませんね。まあ、もらえるだけもらって西ハンガリーとシュレスヴィヒ・ホルシュタインを手に入れました。あとなぜか枢軸の残党としてスロバキアが残り、パブリックエネミーとなっていたので征服し、タナボタ的にスロバキアもゲットです。ということで、枢軸戦に勝利したことでポルトガルは、実質、ポルトガル及びブラジル及びアンゴラ、モザンビーク及びスペイン及びシュレスヴィヒ・ホルシュタイン、西ハンガリー、スロバキア連合王国となったのです。さて、ここまで来ればまあポルトガルという概念を壊せたということにしても良いのではないでしょうか？ということで今回のポルトガル王党派プレイはここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。